い、どうもこんにちは、塩澤リーダー、てるちゃんと池さんでーす。新年明けましておめでとうございます。まだ開けてないですけどね。まあまあまあ開けてはいないですけどね。まあこの動画皆さんが見る頃には新年開けているはずなんで、ね、はい、はい、今年も一年よろしくお願いいたします。よろしくお願いします。いやー、去年は本当に辛かったね。辛かったね。辛かったね、本当に。なんか、もともと一昨年俺が辛い辛いっつって、ちょっと手伝って、マネージャーやってもらったけどね、辛いのは全然変わんなかった。変わんない。人数増えても変わんなかった。そう、人数増えたら仕事量もどうするよ。全然辛いぞ、これ。つって。もうちょっとで手首回帰なんだ。まあでもね、今年からは、僕らからしたらあれなんですけど、ややこしい。でもね、今年からは増えるじゃないですか。そうなんですね。というわけで、新マネージャーどうぞまあ、皆さん分かってたと思うんですけど、新マネージャーの農家の息子でございます。よろしくお願いします今後はね、この3人でやっていくんで、はい、まあ、やっぱり農家の息子だね。いろいろ考えたんだけどね、やっぱり気の知れてるやつでやりたいなっていう。はい、まあ、ところで、なんでスーツなんですか、今日は。実は、今仕事を辞めてきました。仕事辞めて脱サラしたその足で撮影に来てくれました。仕事辞めてきたすげえなやべえやつがまた一人増えるぜはい、というわけでね、いやこれで楽になってくれるかな。いや楽になると思いますよ。いやでも本当に辛いよ、うち最初からそういうこと言うなよいや今の規模だったらさ、仕事量だったら楽になるはずじゃん、はい、けど仕事増える可能性があるじゃん。これ以上仕事増えるようなもうちっと背中から切り捨ててもいやいやいやモザイクいや1個だけ俺思ってたね、ずっと、はい、マネージャーになるって決まってから農家の息子って長いなって。たまに出てくるなんかキャラクターとして農家の息子だったらいいけど、今後ずっと一緒やってくってなった時にてるちゃん、池さん、農家の息子ってなると別の漫画のキャラクターみたいななんかちげえなってどうします、どうします、脱サラとかにします。脱サラ全員脱サラだけど若干募集する。あ、農家の息子ももじってもらおう、ちょっと、うん、それいいっすね、うん、まあ俺らでも考えるけどね、うん、全然気に食わなかったら俺らで勝手に一応これとかいいんじゃないみたいな。農家の息子で農炭とか多分しょうもないのくらいしょうもないまあ、テルシャン池さんに合うね、名前をね募集します、うん、はい、名前はもう出していいんだっけ。うん、大丈夫。まあまあまあ後々出てくると思いますじゃあ、早速、働きおめえら。いや、でも、作業どうします？何が？農家の息子の作業場。え、そこじゃん。ん？え？何？2階空いてるじゃないですか、テルさんの。空いてない、空いてない、空いてない、空いてない。何空いてるって。え？彼女のゲーミングスペースで。え、無理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 。え、何ですか？なんでって、なんで？あそこあるやん。いや、狭い、狭いです。え、知らん、知らん、知らん。それだけは無理。それだけは、それだけは、それだけは。いやいやいや、ダメだ、ダメだ。それだけは。そこまで嫌やねん俺集中したいからさ、まあ、集中してる時にうんって咳払いとかされたらピクってなっちゃうから浅いいや、あそこでやってよ。あそこで今まで通りで。あそこっすか。片付けたらいけるでしょ。箱部屋で詰められどいてよ、とりあえず、まあ、とりあえず、あー、まあ、とりあえず、とりあえず、とりあえずね、うん、うん、まあ、わかりました、とりあえず、うん、カメラ移動しようぜ移動。はい、というわけで、うん、池さんの作業部屋、改めまして、池さんと農家の息子の作業部屋になりますが、はい。はい。いや、十分でしょ。ソファーとかずらしたら全然いけるやん。いや、まあ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 、いきますかね。うん、いけるいける。とりあえず、うん、やりますか。うん。頑張って。はい、はい。じゃあ、よろしく。手伝ってくれたりとか。よろしく。やりますか。てるさん、完成した。早く来て。声は全然ゆっくり。はい、なんかもうボロボロや。膝の下りよ。別の動画の。あ、なんか池さん以外がカメラ持ってると違和感。緊張しそう。おお、おお。どうですか。意外と広い。広い。意外と広い。広いですよね。なんかもっと狭いかと思ってた。なんかさすがにすんげえ狭いんだったら上でやっていいよって言おうと思ったんだけど、もっとそれ行くんじゃん、テーブル。いや、ちょっとここ見てください。何？モニター見てないやつ。これ多分どう分かんないから写真撮って、写真撮って、写真撮って。
愛用データのモニターも買うわ。2個買うわ。2個。なるほどね。デュアルアームだとこうくの字のところが当たって壁にこうなってる。こうなってる。あ、でもアームちゃんと買ってグッてやったらもう2人分スペース全然あるじゃん。はい、全然あると思います。意外と広いね。はい。じゃあ、あの作業してください。いや、テレさん、待ってください。ねね、重大な問題あるんですよ。なんすか。僕の分の椅子がない。いいな。椅子がなければ立って作業すればいいじゃない。ブラックどちらかというとお前の方がブラックや。俺怖いけど。じゃあ頑張ってください。いや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 。何さ。ガチガチガチでガチで俺ないです本当に。膝どっちでいいよ。いやいやダメです。膝どっちでいいよ。なんかチヌ。膝どっちでいい。L 字でいいよ。いやいやいやダメですダメです。ブラック怖いけど。どうする椅子何買う？椅子なんか用意してください。おねだりするツイッターで。おねだりします？ツイッターでおねだりツイートして届くまで立ちでやるみたいな。届く。こうやってお願いしますみたいな。椅子が欲しいです企業様みたいな。多分どっかの企業がくれる。くれるかな。多分くれる。全スルーされたら辛いんだけど。いや俺だってまあまあリチャーで俺いやらしい話。まあまあリチャーで宣伝効果あるでまあまあ。いやいや多分もらえる俺の予想。あもらえます。うん。あじゃあちょっと撮りましょう。あそう写真撮ってツイートしよう。ツイートしましょう。急遽じゃあ皆さんが今からおねだりツイートしてどこかの企業からお声がかかって椅子がもらえるまで立ちで仕事します。辛い。何日かかるかな。これでも10分ぐらいで来ると思う。え本当に？もう10分ぐらいで来ると思う。まあまあだって影響力ありますよ。まあまあ僕物売れますよ。はいというわけでツイートするんでじゃあ数日後移動しましょう。はいじゃあ数日後へ移動。はいというわけであれから2週間ぐらいが経ちまして2週間前にですねまあこういったあ画像譲ってまあこういったツイートでちょっと池さんのおねだりでしたんですけどあれからねすぐにご連絡があってはい、はい、こちらコンティークスさんからティトリスっていうこの素晴らしい椅子をいただきました。うわいや本当ありがたいことにねツイッターの方で GMO ペッペペペペペペパボ GMO ペパボの岡野さんの方がね欲しがってるって連絡してくれてコンティークさんが見つけてくれてご提供していただいたという流れでございます。はいありがとうございます。本当にねありがとうございます。はいこちらの素晴らしい椅子を今からちょっと組み立てていきたいと思います。はいはい。あとアームが必要だったんでこの IO データのアームをね見つかりました。あと IO データのモニターも買いました。なんでこれを全部設置していきましょう。まあ僕は見てるだけなんですけど僕上で作業してるんでじゃあ頑張ってください。コンティークさんはね、コンティニューっていうのと頂点とかピークっていう言葉の造語らしいです、コンティークスは。だからなんかロゴ、うん、山のてっぺんらしいです。あーかっけえ。あ、めっちゃ大人みたい。なんでめっちゃ大人みたい。すいません、ね、ちょっとこんなコメントしかできないんですけど落ち着いた感じがなんか大人な。一応ですね、ティトリウスともう一個ザ・ゲーミングチェアみたいなのとどっちがいいって聞かれたんですよ。今あるティトリスの方を選んだんですけど、はい、理由がですねなんかアグラとか書きやすいみたいな。あー、はい、でかいんですよね座面が横が。そうですね。そうアグラ書くやんか池さんも俺もシートが止まりにくいなっていうことで選びました。ありがとうございます。ありがとうございます。本当に俺パソコン年5、6台組み立ててるけどさ池さんも椅子を年5くらい組み立ててるからそう言われてみればレーシングチェアとかも合わせたら4脚、5脚くらいもう組み立ててる。組み立ててるね。はい、というわけで作業部屋完成しました。まあ俺何もしてないけどね。いや、頑張りましたよ。こちら、コンティークスさんのティトリス。ティトリス。いやこれ俺が欲しいわ。かっこいいな、これ。いやこれめっちゃ嬉しいっすわ。え、座ってみなよ。いいっすか。俺さっき一人でもう座ったけどかなりいいよ、これ。いやこれ何がいいってあぐらかけるんですよ、しっかり。あ、はい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 、はい、あぐらかけるでしょ、うん、で、しかもこれちゃんと OD になってます。そうそうそう、前にも行くし、後ろにも行くし、こうやって曲がるっていう。で、高さももちろん調節可能と。いいでしょいいでしょクリスマスプレゼントありがとうございます。ありがとうございます。ありがとうございます。はい、じゃあ今後はねソファーじゃなくてこちらを使ってください。はい、ルームツアー行きましょう。ルームツアー、はい、こちらが池さんの作業スペースで、はい、はい、池さんが今後毎日カタカタする場所ですで、モニターのアームも IO データのやつにしてね、はい、はい、いい感じですね。後ろに行くように後ろに行くように後ろに行くようにで、こちらが農家のスペース。廊下のスペースの方もああいう出たモニターで揃えて、はい、いいんじゃない？ないね、すっきりしたね。ね、すっきりしたよね。これで、まあ、男2人今後頑張って作業してください、ここで。はい、
い、というわけで今年2021年からはね3人でやっていきたいと思います。はい、はい、3人でやっていきますって言うともう完全に市長さんが捨てたみたいな感じ。言葉がね、このうちの動画はね、うちのチャンネルはね、うん、はい、はい、もう特に喋ることないよ。もうないですね。最後までご視聴いただきありがとうございました。チャンネル登録と高評価と Twitter と Instagram のフォローと、あとこの後は月額190円でオフトークも見れるよ。はい、じゃあよろしくお願いします。バイバーイ、またね、ピテレ。噛むなや。でさ、もうそろそろ撮影のお時間でございます。はい、準備の方よろしくお願いいたします。了解です。キムタク意識してる。